国とも一貫祭の空気銃。1820-1830年頃の製造空気銃とは、空気、または不燃性ガスを用いて弾丸を発射する形式の銃の総称。子供向けの玩具から射撃、狩猟に用いるものまで、そのバリエーションは幅広い。日本では一般に空気銃と呼ぶ場合、 公安委員会の所持許可が必要ないわゆる自重を指すことが多い。この項ではこの自重としての空気銃を扱う。英語圏では一般に空気銃をエアガンと称するが日本でエアガンと呼ぶ場合はエアソフトガンを指すことが多い。空気銃の基本的な構造は空気または不燃性のガスの圧力を用いて弾丸を発射する点においては ガンから実銃まで共通であるが、その圧力を得るための構造において、以下のような方式に分類される。シングルポンプ式の競技用、エアライフル、ワルサー LGR ポンプ式は、銃本体に装備されたポンプを用いて蓄気を行い、その圧縮空気を用いて弾丸を発射する構造である。ポンピングは本体に装備されたレバーを用いて行う。その装着位置により、 主に、アンダーレバー、サイドレバーに分類され、一般にサイドレバーは競技用に、アンダーレバーは狩猟用に用いられる。競技用では主に1回のストロークで蓄気を行い、空気圧はレギュレーターで一定に制御され、安定した初速を得る構造が一般的である。狩猟用では、特にレギュレーターは持たず、ポンピング回数を増減することで、使用ペレットの種類や量場。 獲物に応じた初速、威力を選択でき、これをマルチポンプと称する。一般にポンプ銃は撃発時に大きな可動部を持たないことから反動も少なく高い命中精度を持つ。反面、発射ごとにポンピングという大きな動作を要するため速射性に劣る。また狩猟用ポンプ銃では必要とされる空気圧、空気量ともに大きく、 ポンピングには相応の筋力を要求される。日本ではかつて、シャープ製の主猟用マルチポンプ銃が多く普及した経緯があり、プリチャージ前世の現在でも愛用者が多い。プリチャージが主流となったことで、この方式の空気充填に伴うボンベ、ハンドポンプ等の補い機類が不要であったり、構造的に壊れにくく丈夫であるというメリットが再評価されることとなり、 競技用、狩猟用ともに、一定の人気と需要がある。またこの方式特有のポンピング操作とは別に、激発のためのハンマー、ストライカーのコッキング操作が必要なもの、ポンピングに連動して行われるもの、コッキング自体不要なものがある。国産のシャープ製、エースシリーズおよびイノバは、ハンマー、ストライカーを持たず、蓄気の圧力で開こうとする排気バルブを、 直接視野で抑えるという独特の構造を持ち、コッキングは不要である。アンダーレバー型のスプリング式狩猟用エアライフル、ワイラウチ HW97 系スプリング式は、空気銃全体では最も代表的かつ普及した方式であり、シリンダー内に組み込まれたピストンを圧縮した、スプリングの反力で前進させ、シリンダー内の空気を圧縮して、 弾丸を発射する構造である。同様の仕組みを持つ玩具に比べ格段に強いスプリングを使用するため、その圧縮にはテコの原理を応用する。このテコの方式によって重心そのものをコッキングレバーとして用いる中折れ式、独立したコッキングレバーによる方式に分類される。構造がシンプルで丈夫であり、比較的安価なことから、海外では プリンキングから狩猟まで広く普及している方式だが、構造上反動や振動が大きく、他の方式と比べると射撃精度の面では劣ると、される。さらに、日本では、プリンキングが、法制上不可能なこと、優れた国産ポンプ銃が存在したことなどにより、現在はあまり普及していない。中折れスプリング式狩猟用エアライフル。 ワイラウチ HW50S 競技用としてもかつては主流の方式であった。撃発時にバレルドアクション全体を後退させることで反動を減災する構造を持ったファインベルク版150-300が競技用エアライフルの世界を席巻したが、ポンプ式競技銃の登場で射撃精度は大幅に向上し、競技におけるスプリング銃の時代は終焉を迎えた。 中折れスプリング式エアライフルのコッキング。写真の銃はガスラム方式のベンジャミントレール NP-XL。なお、近年では従来の中折れスプリング方式をベースに内部にガス圧力で駆動するショックアブソーバーを内蔵しスプリングの圧力とガスラムの反発力を併用することで音速を超える重高初速を実現したものも登場しているが 発射の際のピストン作動に伴う衝撃の大きさは変わらないため他の形式とは異なる特性をいてが正しく理解した上で運用しなければ良好な命中精度を得ることは難しいとされるガス式は空気の代わりに圧縮された炭酸ガスを用いて弾を発射する方式で使い捨てのカートリッジを銃に装填して使用するものと 親ボンベから専用のシリンダーに充填して使用するものに分類される。前者は主に狩猟用に、後者は競技用に用いられる。ポンピングやスプリング圧縮といった大きく力を要する操作が不要であり、速射性に優れ、特に狩猟用では、携帯や交換が容易なカートリッジによるパワー供給のメリットは大きい。一方で、炭酸ガスは温度による、 圧力変化が大きく、特に狩猟では、量気が寒冷な時期であることから、外気温による圧力低下がデメリットとされる。ガス式同様のメリットを持ちつ,つつ、しかも外気温による圧力変化の影響が小さいプリチャージ式の登場と、特に競技射撃の分野では、欧州の環境意識の高さもあり、この方式は、急速に姿を消した。ただし、炭酸ガスは、 工場から排出されるはずだったガスを生成利用しているのでカーボンニュートラルであり環境に悪いというのは誤解である炭酸ガスを使っても使わなくても最終的な排出量に変化はないプリチャージ式競技をエアピストルの一例ベネリカイト SF 射撃競技における10メートルエアピストル競技で用いられたものプリチャージ式 エアライフルの一例、エアフォースエアガンズコンドル。パワーソースには、CO2 も選択可能で、世界で最も強力な重厚初速を発揮するエアライフルの一つとされる。プリチャージ式は、銃に装備されたシリンダーにおよそ200気圧に及ぶ高圧空気を充填し、弾丸の発射に用いる方式で、ハンマー、ストライカーで排気バルブを打撃し短時間解放することで、 一定量の圧縮空気を小出しに使用する。ポンピング動作や大きな力を要するコッキング操作も不要となり、いては創薬銃のように射撃に集中することができるようになった。ポンプ式同様、撃発時に大きな可動部を持たない構造は高い射撃精度を持つ。競技用では、ストライカーの打撃力だけではなく、レギュレーターを装備し、発射に使用する。 空気圧を一定に保つことで一度の空気充填で多くの弾数を安定した初速で発射できる構造が一般的である。狩猟用では競技用に比べ弾数より威力に重点が置かれることからレギュレータは装備しないのが一般的で精密な射撃を行う場合には充填圧の管理が重要となる。空気の充填には 自転車用空気入れに似た形状のハンドポンプ、あるいは潜水等に用いるボンベに充填した、呼吸用の圧縮空気を用いる。ハンドポンプは手軽ではあるが、200気圧に及ぶ、高圧空気の充填には相応の労力を必要と、するほか、充填時に圧縮され、高温高圧になった空気から水分が分離することで、生じる結露が、 シリンダーや従内部の腐食や劣化を招くことがあり、一般的には水分や不純物等を取り除いた呼吸用の圧縮空気の使用が推奨される。この方式は非常に高圧の空気を使用するため、機密のためのオーリングやパッキン類が多用されている。これらは消耗品であり、たった一つのパッキンの損傷で発射不可能になるなど、デリケートな構造でもある。 そのため、使用頻度にもよるが、数年ごとのオーバーホールが必要となり、維持管理に手間がかかる方式でもある。プリチャージには、重点に伴う補え機類が必要であったり、構造的にデリケートであったりという欠点は持つものの、その射撃精度や、利便性などのメリットは欠点を補って、あまりあるものであり、現在は競技用、狩猟用ともに、主流の方式となっている。 ダイビングタンクにエアライフルのシリンダーを接続した状態系臨変換コネクタ乾燥空気圧縮され温度が上昇した空気が冷えると過放跡となった水分が結露し水滴として現れる代表的なハンドポンプでは都出口が髪型を向いている競技用空気銃では一般にシリンダーが脱着可能であり充填するシリンダーをバルブを過放に向けた状態で 直接、ポンプと出口に装着する。圧縮された空気は髪型に向かって流れ、ポンプ内部で発生したドレンは重力によって適化する、ことで、一様の水分分離の構造は持つ。しかしリザーブタンク等を持たない仕組み上、圧縮した空気は、温度が高いまま直ちに銃のシリンダに充填されるため、下方和によるドレン発生が、シリンダ内部で起きる場合があり、 この水分によるシリンダーのバルブや機関部の腐食が繊細な気候を持つプリッチャー自重では機密不良等の致命的な故障につながることがある。また狩猟用空気銃では充填時にシリンダーの脱着が行えないものが多くホースとコネクタによりポンプと接続する。このため充填時のポンプと銃の配置によっては銃内部に水分が流入しやすい状況も起こり得る。 これら水分の問題に対する運用上の対処としては、充填時にポンプの温度が上がりすぎないよう、ある程度時間をかけて、充填を行うようにする。ポンプの温度が低ければ、ドレンは、ポンプ側でより多く発生するため、シリンダーへの水分流入を低減することができる。このように、ハンドポンプを使用した充填を常用する場合、ドレンへの配慮や、 銃自体の早期のオーバーホール等の対処が必要となる。なお、突出口に装着しドレン分離を促すオプションパーツや、より本格的な水分除去フィルタを備えたハンドポンプも存在する。呼吸用として、ダイビング用タンク等に充填される空気は、コンプレッサによる圧縮時に、フィルタによって、水分や微細なゴミ、 オイルミスト等の不純物を取り除いた上で充填されるため、前述したハンドポンプによる充填で発生するような不具合の可能性を小さく抑えることができるため、プリチャージ銃への使用に適している。呼吸用空気の充填施設は限られるが、重宝店やダイビングショップによる取り継ぎが可能なため、入手や利用は比較的容易である。また、ダイビング用タンクは法令で、 定期検査が義務付けられており、これらに重点可能な高圧のコンプレッサも市販されているが、その使用は法令により、高圧ガス製造者としての許可が必要となる。エアタンクに関する補足事項200気圧定格のシリンダーを装備する競技銃の場合、170から180気圧程度で運用することが理想である。弾着への影響が顕著になるのは80。 気圧程度以下からである。シリンダーのマノメーターは、100気圧までが、グリーンに、色分けされており、グリーン内であれば安定した弾道を得られる。60発競技の場合では、死者も含めて90発程度の発射が必要であり、100気圧ラインより上で競技するには、140から150、気圧程度の残圧が必要である。エアチャージの際に、 タンク内とシリンダー内の残圧は等しくなるので、タンクの容量が大きい方が高く充填できる。また、タンクの空気充填は摂氏25度で200気圧が基準である。そのため、寒冷期の内圧は180から190気圧に下がるため、1回のチャージで発射できる弾数は少なくなり、充填頻度は多くなる。狩猟等の用途であれば、 利便性を考慮して、アルミ製の小容量のもの、競技用とで発射弾数が多いければ、大容量のものとすると、具合が良い。いずれもスペアのシリンダーを用意すれば安心である。空気銃の種類は、エアライフルとエアピストルに対別され、日本独自の銃種として、ハンドライフルがある。通常、競技用の口径は4 5ト、mm、ルで、 狩猟用の口径は 4.5mm と同様に、重心にライフルが切られており、射撃精度が高い。狩猟用、競技用に使用される。海外では無許可で、所持できるケースが多いが、日本では厳しい銃刀法の規制下にあり、実技面の教習等が免除となるものの、他の手続きは、創薬銃と同じである。現在は、狩猟用、競技用、 エアライフルともに、プリーチャージ式が主流である。空気、または、不燃性のガスにより、弾丸を発射する拳銃である。方式や構造は、エアライフルに準ずる。日本では、口径4 5ト、mm、ルの競技用で、日本ライフル射撃協会が認めた銃のみ使用できる。所持には平の推薦が要求され、平に所属し、エアライフルもしくはハンドライフルによる、 一定の実績と段球を取得することが必要になる。許可される総枠が500名と定められており、通常の所持許可とは異なり許可の更新は行われず、2年ごとに新規に推薦を得て、所持許可申請をする必要がある。この際、競技参加の実績と所持年数に応じた、一定の成績向上が要求され、その条件を満たしていない場合推薦はなされず、 したがって、所持許可申請もできない。このため500名の枠ではあるが、入れ替わりは激しい。拳銃の所持が難しい日本独自の銃種である。基本的には、エアピストルのグリップ部に、ライフル様の簡易なストックを装着し、重心にはスリーブを被せて延長することで、エアライフルとしての寸法の基準を満たすようにしたもので、ある。これにより、 法律上は、拳銃ではなく、エアライフルとして扱われ、所持が容易となる。ストックはあくまで寸法の基準を満たすためだけのもので、あり、拳銃と同様に片手により居住して、射撃を行う。ひなまり製空気銃弾の一例、エルコポインテッドポリ、マッチ空気銃で用いられる、空気銃弾は、材質は軟質な鉛であることが多く、 アンチモンを適宜添加することで高度を高めている。競技用の空気銃弾は標的に着弾すると同時に推進力を失わせて長弾を予防する目的でアンチモンの添加量が少なめに設定されている。狩猟用の空気銃弾は貫通力や殺傷能力を高める目的でアンチモンの添加量が多めに設定されているが、両区によっては 野生鳥獣の鉛害を抑制する目的で、鉛板の使用が禁止されている区域もあるため、鈴や硬質樹脂などによる代替品が用いられるケースもある。空気銃弾は所持及び販売に関して、特に明確な法規制が存在しないため、原則として、誰でも購入すること自体は自由である。しかし、日本の空気重規制紙において、過去には無許可。 無登録で空気銃が自由に販売できた時代が存在していたことから、こうした時代に姿勢に出たままいまだ銃刀法の下での管理下に置かれていない空気銃が違法な用途で悪用されることを防ぐため、銃法店によっては空気銃弾の購入に際して、銃法所持許可証の提示を求められるケースもある。一般的に空気銃メーカーは、 自社製空気銃に最適とされるペレットを自製していたり、サードパーティーの特定の銘柄を指定していることが多いが、創薬ライフルにおけるハンドロードの意義と同様に、エアライフルにおける命中精度の向上のためには純正指定に必ずしも関わることなく様々な形状のペレットを使用し、自らの空気銃に最適な形状の空気銃弾を乱す作業が必要となる。 競技用、エアライフルでの標的射撃。エアライフル競技では重傷を帯調整可能な、得意な外見のエアライフルを用い、いては、射撃姿勢を補助するための専用のコート、ズボンを着込んで競技に臨む。国内で認められるのは、標的射撃、及び狩猟の2種のみ。いずれも、関連法令で定められた範囲でのみ認められ、それ以外の用途に用いることはできない。 標的射撃競技には、国際射撃連盟のルールに準拠した、日本ライフル射撃協会の主観する、静的射撃競技と、日本クレー射撃協会ランニングターゲット部会の主観する、ランニングターゲット競技がある。2000年代前半、ジャフタ等が中心となり、主として50メートル射場で狩猟用やライフルを用いた、標的射撃が注目されたが、射場におけるマナー問題。 車上に関連した法令の問題等で、現在は賃貸化している。車上の法令問題とは、10メートルを超える、車距離の空気銃車上は、その全長を、構造物で覆わなければならないと、内閣不礼で規定されていることにある。従来より昇降系ライフル用50メートル車上で、空気銃の使用が可能な場所は多かったが、その大部分は、 上記の内閣フレイに停職することが判明し、特に公営車場では次々と空気銃の使用が不可となった。一部に複動式で空気銃の使用が可能な50メートル車場も存在するものの、多くの地域では事実上10メートル車場しか利用できないのが現状である。現代の狩猟用空気銃の威力や平均的な車距離を考えれば、10メートルの車距離と いうのはあまり現実的なものではない上、そもそも多くの10メートル車上は、その設備を含めて競技用空気銃の使用を前提にしているため、標的交換機等の車上設備破損の恐れから、狩猟用空気銃の使用を禁じたり制限しているところも少なくない。姿勢に出回る空気銃は時として、狂気としても用いられる。 この写真は2014年ウクライナ騒乱における2014年2月18日のキエフにおける衝突にてウマレックス射精と思われる狩猟用エアライフルでウクライナ政府側に射撃を行うユーロマイダンの抗議者を撮影したもの。このような事態を予防するために各国では平時より様々な空気銃規制法が敷かれている。空気銃は 重宝刀剣類所持等取締法により、一般の所持を禁じられており、所持には、各都道府県公安委員会の許可が必要である。許可には18歳以上で重大な犯罪の前科や、薬物中毒がないこと、反社会的な団体や、暴力団などの関係者でないことなどが求められ、許可の審査にあたっては、本人の反歴等のチェックはもとより、同居親族についても、 調査の対象となる。また必要に応じ身辺のトラブルや職場、近隣の評判がまで調査の及ぶ場合がある。なお例外として、日本ライフル射撃協会の推薦を得れば、14歳から所持許可申請が可能である。日本での銃の所持には明確な使用目的が求められ、例えばコレクションのような曖昧な目的では許可されない。 許可を受けた後も毎年の重宝検査と更新時に使用状況のチェックを受ける。正当な理由なく許可された目的に使用されていないとみなされた場合、眠り銃として許可返納を求められることもある。空気銃処時のためのプロセスの概要は以下の通り。通常の療銃の場合の手続きと違うのは強襲射撃が不要であること。それ以外は、 手続きの内容は同じである。なお、日本における、銃所持は、いわゆる免許制ではなく、一丁の銃と特定の個人の組み合わせにおいて許可される、一1一許可制である。したがって、許可を受けた個人が所持することができるのは、その許可を受けた銃のみであり、新たな銃を所持しようとする場合、改めて所持許可申請が必要となる。 このような許可制度のため、日本では銃の貸し借りは不可能であり、例えば射撃場で他人の銃を試し撃ちどころか、正当な理由なく他人の銃を手に取っただけでも、不法所持が成立する。また許可を受けた銃は、毎年一定の時期に銃法検査が実施され、そこで検査を受ける必要がある。許可の更新は3年ごとであり、銃ごとに更新しなければならない。 更新時には、領従登校集会を受講し、その修了証が必要となる。日本における、銃規制は、1872年に、今日の銃法等権類書事等取締法の、前進法である、銃法取締規則、狩猟法制は1873年に、今日の長獣の保護及び管理並びに、狩猟の適正化に関する法律の前進である。 超重量規則がそれぞれ制定されたことにより始まったが1894年により米国より輸入が始められた空気銃については当初は前述のどちらの方にも具体的な記述がない状況であった当時輸入された空気銃は丸弾を用いる中折れ式またはレバーアクション式のスプリング方式やライフルで威力 飛距離ともにまだ十分なものではなかったが、老若男女の別なく無許可で購入でき、無観察で狩猟にも利用可能であった空気銃は明治時代に姿勢に大いに普及した。村田式をはじめとする領銃の国産化は明治の中頃にはすでに始まっており、明治の後期には拳銃、仕込銃、杖銃などといった五神銃器の国産化も達成していたが、 拳銃、仕込み銃、杖銃については、空気銃同様に、銃規制、狩猟法制の双方に、具体的な記述がなかったため、明治時代末まで購入、所持が自由に行える状況であった。しかし、大正時代に入ると、銃法火薬類取締法及び、銃法火薬類取締法施行規則の改正により、1912年に、 拳銃などの護身銃の購入や所持が許可制となった。規制強化による護身銃の需要源により多くの国内重工が空気銃の製造に転進し欧米から輸入されるスプリング方式エアライフルを模倣する形で国産化を行うようになった。川口や林樹砲火薬店などの輸入商たちもこれに対抗してドイツ帝国やイギリス帝国から 鈴見弾を用いる、高威力のエアライフルを輸入するようになったが、国産空気銃もほどなく、輸入品と同等以上の技術水準に到達した。対象中期に、空気銃の国産数量は、年産13万兆にも達するようになったため、政府当局は、狩猟法及び、狩猟法施行規則の改正で高威力化が進む、空気銃に、法規制をかけることとなった。 なお、空気銃について、法律上の規制対象として、初めて言及されたのは、1918年に施行された、超重保護及び狩猟に関する法律であり、狩猟法施行規則において、従来の火薬式の猟銃とともに、散弾を使用でき得る空気銃、すなわち空気散弾銃が、法定両具に追加指定されていたが、この時は、短弾のみ、 発射可能なエアライフルはまだ寮具とはみなされていなかった。1925年、狩猟法試行規則の改正により、エアライフルのうち単一の鋼材をライフリングブローチを用いてくり抜くことで製造される、くり抜き重心を持つものが寮具として追加指定された。しかし、当時の時点でエアライフルの重心の製法は、 ライフリングブローチを用いる従来の切削製法からプレス機械でボタンと呼ばれる極めて高度の高い材質で作られたジグを金属管から引き抜くことでライフリングを圧作形成する製法の引き抜き重心へと移行しており製造品質もほどなくくり抜き重心と遜色ないものとなってしまった KFC などの空気銃を取り扱う中器匠は くり抜き重心を持つエアライフルを引き抜き重心へと交換したり金属パイプの内側にライフリングを刻んだ鉄板を貼り合わせる等の特殊な製法で製造した重心を持つ国産空気銃をライムナップするといった手法で対象14年改正を回避する対策をとっており改正の実効性は乏しいものであったこれに伴い1930年には 引き抜き重心も法定量具に追加指定し、第二次世界大戦終結後の1947年にはコルクのみを発射する射的銃を除くすべての空気銃が法定量具に指定された。対象から戦後間もなくの時期にかけて空気銃は狩猟で用いるには狩猟免許が必要という状況になったが、この時点でもなお購入と所持については、 重砲火薬類取締法や、重砲投書時金指令、重砲刀券類等所時取締令などの取締り対象とはなっておらず、1950年の長重保護及び狩猟に関する法律の改正により、空気銃が狩猟免許の対象から一旦外れて、狩猟登録制へ移行するという規制緩和が行われたことにより、再び大きな普及の波が湧き起こっていた。 戦後の食糧難から空気銃による狩猟登録者は年々爆発的に増加したが、それに伴い人身障害事故、発射制限違反や無登録者による密猟といった狩猟法違反も多発することとなった。そして何よりも1952年の国内メーカーの銃器製造の再開以降、 シャープライフルのポンプ方式やライフルといった威力が非常に強力な空気銃が出現してきたことなどにより1955年に重砲刀剣類刀所持取り締まり令の改正にて空気銃は創薬銃同様に購入と所持に当局の許可が必要とされるようになった重砲刀剣類刀所持取り締まり令による 空気銃の規制は1958年施行の現行銃刀法にも引き継がれ、長銃保護及び狩猟に関する法律も現行銃刀法の施行と同年に空気銃を狩猟登録制から創薬銃と同じ狩猟免許制に再度規制強化を図り、1963年施行の現行長銃保護法に引き継がれる形で現在に至っている。 昭和33年の重等法、超銃保護放送法の規制強化によって、KFC や酒場重宝製作所などといった、創薬重メーカーが片手間にラインナップしていた安価な、中折れスプリング式のエアライフルはそのほとんどが姿を、消し、シャープライフルなどの空気重専業メーカーが手がける、ポンプ式や、飽和工業などが手がけた CO2 ガス方式などが、主流となっていった。また、 スプリング式空気銃を手掛けたメーカーのいくつかは、コルクや、樹脂製つみ弾を用いる遊戯銃へと転業していった。ガンロッカーとは銃を、自宅等で、自ら保管する際に必要な保管場所として、設置を義務付けられている、金属製のロッカーである。その適合基準は、内閣不礼によって定められている。空気銃もその例外ではない。 二次犯罪防止の観点から、それらの銃の発射に関係する、部品等をよそに分解保管する、等、銃砲所持者には厳重な保管及び管理責任がある。1580年に作られた最古の空気銃、ベローズエアガン。空気銃が歴史上に登場したのは15世紀のヨーロッパである。現存する最古の空気銃は1580年に、 製造されたもので、ストックホルムのスウェーデン王室武器庫に所蔵されている。空気銃の最も初期の形態は吹号を用いて、吹き矢を機械的に発射できるようにしたもので、この時点ですでに今日の空気銃と同じ構造の多くが考案されており、こうした吹号を用いた空気銃は、実用性よりも貴族趣味的な空気銃として、 非常に精緻な装飾が施されたものが19世紀の中頃まで製造されたという。空気銃は圧縮空気を使用して弾丸を発射するわけだが圧縮空気を貯めるシリンダーは高圧に耐えなければならないし、そのバルブには耐圧性もさることながら精密機械加工技術が必要であった。このため初期の段階ではあまり高圧の圧縮空気を用いる。 ことができず、威力はないに等しいものであったため、火器が使用できない屋内での射撃練習用の銃として使用されていた。しかし年々加工技術が発達してくると、次第に威力も高いものとなり、狩猟などといった実用に供するものになってきた。また、初期の銃である、ひなわ銃とは違って、悪天効果でも弾丸の発射できる空気銃は、 非常に高く評価された。その反面、圧縮空気を貯めるため、数十回はポンプで空気を送り込んで圧縮する、ポンピングという作業を行う必要があり、到底実用的とは言い難かったようである。ジランドーニ空気銃。1795年頃の製造ポンプ式の空気銃が、軍事用途として大規模に実戦配備された、最初の例は、 1778年に神聖ローマ帝国のチロル人発明家バルトロメスジランドーニにより発明され1780年にオーストリア帝国にて正式採用されたジランドーニ空気銃である。ジランドーニ空気銃はポンプ式で約1500回のポンピングで約30発を発射可能というもので18世紀当時の 黒色火薬を用いるマッチロック式やフリントロック式のマスケット銃と比較して弾丸の破壊力では劣るものの天候に左右されず射撃が可能で発射時の銃口からの炎下でいての位置を暴露したりいての視界を遮ることがないという利点が存在した。ジランドーニ空気銃は最大の空気圧で発射した場合1インチ圧のキータを貫通する威力があり 今日の QX19mm パラベラム弾や 45ACP 弾に匹敵するものであった。熟練したい手であれば、素早い際ポンピングで最大の威力を保持しながら、マスケット銃と同等以上の速度で連射が可能であり、発射音が小さいことから空気銃専門の狙撃兵部隊が編成されたほどであった。ジランドーに空気銃はオーストリア帝国から、 新生ローマ帝国をはじめとするドイツ両方、そしてフランス王国へと伝播していき、ドイツ諸公領では、風小銃と呼ばれた。ジランドに空気銃は年々改良が重ねられていき、最終的には20発前後の環状断層を備え、いては、クリーニングのための工具と同時に2個の着脱式、エアタンクを携行することで、繰り返し最大威力での発射が可能な運用が、 されるようになっていった。ジランドーニ空気銃は、銃器の歴史上では最初期の反復式小銃であると、同時に弾倉による連続発射を実現した最初期の事例であるとされており、ルイス・クラーク探検隊でも用いられた記録が残っている。国とも一貫祭の空気銃、ジランドーニ空気銃は1815年に退役したが、 その後も、欧州の貴族社会では二連ライフル式のものや、三段銃、仕込み杖、果ては極端に巨大、または小型の空気銃などといった所有者の趣味性を表した、豪奢な空気銃や空気重口の技術の限界に挑むことだけを目的としたような、様々な形態の空気銃が制作された。一方、日本で初めての空気銃は、国友の鉄砲単野である。 国とも一貫祭により1819年に製作された。その元になったのは、オランダから幕府に献上された、玩具としての風法であり、一貫祭はそれを解体し、各部品を詳細に研究した末、元になったものよりも射程に優れ、操作も簡単な空気銃を作り出すことに成功した。また、一貫祭はポンプで空気を送り出した回数により、 銃の重さが変化することに気づき、空気に重さがあることを発見した。ただし、発砲時にも銃声がほとんどしない、基本は暗殺に使用される懸念があるとされ、幕府の鉄砲砲が危険死して国友達に禁止令を出した。そのため、日本では空気銃は衰退し、現在、国内に残っている当時の空気銃は20兆ほどである。 1948年、アメリカの少年向けコミック雑誌に掲載された、デイジー社の広告。当時の人気漫画、レッドライダーとタイアップした、カウボーイカービン先発空気散弾銃で、これとほぼ同じ性能のものが、戦前の日本でも少年向けに販売された。実用的な空気銃を大規模に生産し、初めて商業的に成功させたのは、 アメリカ合衆国のウィリアム F ・マーカム社で1886年に最初のモデルであるマーカムチャレンジャーの販売を開始した。マーカムチャレンジャーとその後継モデルであるマーカムシカゴは中折れスプリング式で銃の大部分が木製であった。同時期に米国内ではプリマスワイアンウィンドミルカンパニー社が1888年に金属部品を多用した中折れスプリング式の デイジートップレバーガンを発売し、た叩く間に、マーカムをしのぐ人気を獲得。プリマス社は1890年にはデイジー、マニファクチャリングカンパニーに社名を変更した。マーカムは、デイジーの台頭を受け、1890年に、金属部品を多用した中尾レシキの新モデルである、マーカムキングの発売を開始。両社は、今日も米国に残る滑空重心の BB10 の、 カテゴリーの事実上の始祖となった。1928年には、マーカム社は、キングやライフルカンパニーに社名を変更し、世界強行直後の1931年に、デイジー社に吸収合併される形で姿を消したが、マーカム・キングの流れを組む後継モデルはその後も1940年まで、デイジー社で製造が続けられた。第二次世界大戦の勃発は、 デイジー社の空気銃製造にも深刻な影響を及ぼし、1945年の日本の敗戦に伴う第二次世界大戦終結までは空気銃の材質を旧マーカム社の初期のモデルに類似した木製とした戦時設計モデルの製造で妥協せざるを得ない苦境をもたらした。デイジー社は戦艦機に従来からのトップレバーによる中折れ式に加えて スプリングのコッキングをポンプアクションとしたデイジー M25 を発売。戦中にはレバーアクションのデイジーレッドライダーもラインナップに加え2017年現在も米国の BB10 の代表的なメーカーとして存続している。1888年初期のクワッケンブッシュライフルとして発売されたクワッケンブッシュセーフティカートリッジライフル。アメリカではデイジー マーカムの2社以外では、ヘンリー・クワッケンブッシュが1870年代後半から1930年代にかけて製造したクワッケンブッシュライフルが著名であった。クワッケンブッシュライフルは、相談に BB 弾ではなく、ペレット弾を用いた最初期のエアライフルで、5層ブリーチ式で単発ながらも安価な価格だったため、米国内で大いに普及した。 ヘンリー・クワッケンブッシュは、自身が開発した、エアライフルばかりでなく、同業他社や、冷裁の空気重工が開発した、エアライフルも優れたものであれば製造権を買い取って、自社の製品として流通させる柔軟さも有しており、そうした製品の中で、比較的著名なものとなったのが、クワッケンブッシュのイギリスやドイツの子会社で製造され、戦前の日本を含む、 世界各地に輸出されたジェムライフルであった。ジェムライフルは中折れ式で八角形のライフリング重心を有し、戦前の日本では英国製ゲーム式空気銃の名で輸入されていた。クワッケンブッシュのエアライフルは1933年のヘンリーの死去と共に次第に衰退し、1940年代後半には市場から姿を消していったが、 今日まで続く 4.5mm から 6.35mm までのペレット弾の規格がデファクトスタンダードとなっていく過程で大変重要な役割を果たしたとされている。ウェブリースコットマーク2サービスエアライフルイギリスでは1890年代にバーミンガムにて空気銃による室内射撃競技が始まった。 はじめはパブで水格の余興という形で始まり、勝者には商品として洋肉が振る舞われる、空気銃射撃は芝叩く間に、前衛中に人気のスポーツとして広まっていき、1899年には前衛昇降系ライフル協会が設立されるに至る。多くの空気銃射撃クラブはバーミンガムに本拠を置き、最盛期には4000以上のクラブが存在した。 しかし、イギリスは、狩猟が盛んな国でもあり、当時所持や使用に、特別な届け出や許可を必要としなかった、空気銃は、密漁と密接に関連していたことも、イギリスの19世紀末における爆発的な普及の一因でもあった。バーミンガムスモールアームズは1906年に、ビーサ、リンカン・ーンジェフリーズで、空気銃に参入。 回転式拳銃で著名なウェブリースコットも1924年に空気銃に参入、1929年のウェブリーマーク2サービスエアライフルはイギリス陸軍の新兵訓練用の機材として採用された。177口径の空気銃用 BB 弾とペレット弾。ペレット弾はディアボロタイプと呼ばれる重心のライフリングに食い込むことに適した。 八腰形状のものが主流であり、日本では、鈴見弾と呼ばれている。過去には、ミニエー弾や C の実弾に似た砲弾型や、円筒型のペレット弾が、鈴見弾よりも、安価に供給されており、日本では、チョーク弾と呼ばれていた。クワッケンブッシュの流れを組む、ガット空気拳銃向けの、177口径弾。右の刃がついたものは、エアロや、ソフトテールなどと呼ばれるもので、 ダーツなど着弾点を明確にしたい用途で用いられる。下段のコルクは重厚にアダプターを取り付けることで発射することができ、日本でいうところの射的遊戯の用途で用いられた。第二次世界大戦のアメリカ軍では新兵を訓練する用途で空気銃を用いた。米国人技師のポール・ v マクグラシャンは、 1940年に、機関重種の対空射撃訓練用機材として、マクグラシャンやマシンガンを米軍に、数多く納入した。マクグラシャンの空気機関銃は、高圧の外付け圧縮空気タンクより、高圧空気の供給を受け、電気式のソレノイドで高速度で、空気弁を開閉させることで、航空機関砲に近い連射速度で、鉛、 ベイクライト複合財政 BB 弾を連続発射できるもので、アメリカ陸軍航空隊とアメリカ海軍の航空機に配属される戦海機、重視は何千丁も納入されたマクグラシャンの空気機関銃を用いて、時期に襲い来る戦闘機に対する迎撃射撃の技術を磨いた。空気機関銃は、迎撃を受けた標的機を致命的に破壊してしまう危険性が低い、ため、 標的機のパイロットも臆することなく、実践的な軌道で訓練機を追い回すことができるようになり、訓練機のエアガンナーたちの射撃技術の向上に貢献した。米陸軍航空隊はこの空気機関銃を用いた射撃訓練のためだけに、フェアチャイルド AT-21 ガンナーという特別な訓練機と RP-63 ピンボールという特別な 標的機まで製作した。また、アメリカ陸軍は、ベトナム戦争の際にも近接戦闘における、旧車訓練の機材として、デイジー社のモデル99レバーアクション空機銃を選定。デイジー社は、米陸軍内での訓練内容をもとに、一般市民も旧車訓練を行えるようにした、特別なセットモデルを、デイジークイックスキルシューティングキットの名称で、販売した。 旧車訓練に空気銃を用いるアイデアは民間人に射撃インストラクターであるラッキー・マクダニエルにより1950年代中頃に考案されておりマクダニエルの助言をもとに1960年に1年だけ発売されたデイジー製訓練セットではコルク製の BB 弾が同梱されていた。なお今日の日本の陸上自衛隊ではこうした訓練用途では 東京丸井により自衛隊正式銃器に成功に、偽製造されたエアソフトガンが用いられている。日本では狩猟用の空気銃は明治時代からあったが、実用的な狩猟用空気銃が一般に広く販売され始めたのは戦後である。猟銃と比較して、空気銃は所持許可申請の手続きが簡便なので、猟銃の所持許可が厳格な地域では、 空気銃の所持が多い。2016年現在の日本国内の狩猟用空気銃はすべてライフル銃であるが、海外では空気式散弾銃も存在している。日本でも戦前から1930年代中頃までに、かけては、米国のデイジー社などの空気散弾銃や、米国キング社ドイツ製のジェムエアライフルなどの空気銃が輸入され、 少年世界や少年クラブなどの少年雑誌への広告を通じて青少年に広く販売されていた。当時はエアライフルを単発銃、空気散弾銃を連発銃と称しており、微細な鉛散弾を最大千発まで、装填可能なものは千連、怒りなどと称して販売されていた。戦後の日本でも1960年代初頭までは、 少年などの雑誌広告にて、西ドイツのダイアナや、イギリスのバーミンガムスモールアームズなどの空気銃が、販売されていた。こうした、空気銃や空気散弾銃は、1958年の、銃刀法の施行までは、玩具としての扱いであり、後の1963年の狩猟法の、改正までは、狩猟免除を得ることなく、狩猟で用いることが可能な法定外用具であった。 昭和38年の銃刀法改正後は、金属弾を発射可能な空気銃は、狩猟用途以外の自由で所持することは禁止となり、これ以降日本における遊戯銃は、十指弾を用いるエアソフトガンや火薬式、モデルガンへと移行していった。単発のエアライフルは、2016年現在でも、空気銃のみを対象とした第二種重量免許か、創薬銃の許可に、 空気銃が内包された形となっている第一種重量免許の取得により、銃刀法施行前に販売されたスプリング式などの旧型空気銃も、両具として継続使用することが可能となっているが、空気散弾銃は、単発の空気式ライフルに比べて威力が低く、狩猟長銃をいたずらに負傷させるのみに終わる可能性が高いとして、1970年より、 禁止療具に指定された。海外では、デジー社のスプリング式や、エアベンチュリ社などのプリチャージ式空気散弾銃が、BB 銃のカテゴリーで狩猟、遊戯向けとして販売されているが、日本国内では1968年から1973年に、かけて、統一協会参加の勝者である、雪代昭治による、A は B3 空気散弾銃を呼び、プリチャージ式で、 セミオートマチック発射が可能な A は3バイトやライフルの大量輸入をめぐる日本の公安当局との圧力を経て禁止領具への指定が行われた背景もあり空気散弾銃は2016年現在でも2000年代中頃に指定された純空気銃ともども販売や所持も禁止されている一方プリチャージ式セミオート機構のエアライフルは A は3バイトが 当時のスプリング式などの空気銃と比較して威力が高いことが国会で問題にこそなったものの輸入禁止にまでは至らなかったこともありスウェーデンの FX エアガン車などの製品が現在でも法定量具として所持が可能となっているまた日本国内ではかつては平林館をはじめとする中小の重宝店が製造するポンプ式やスプリング式の空気銃が販売されており 1970年代には、グニオライフルの製造で著名な飽和工業が、炭酸ガス方式の方は M55G で参入したが、2010年代までに、山梨県韮崎市に本拠を置くシャープ千葉社を除いて、ほとんどの国内メーカーが倒産、または、事業撤退した。1952年創業のシャープ千葉はレバー式、プリチャージのシャープエースハンターなどで著名であったが、 2014年に事業停止となり、翌2015年に正式に廃業。2017年現在日本ではエアソフトガンやモデルガンの製造メーカーの流星の一方で、狩猟用空気銃の製造を手掛ける国内メーカーは2003年創業のカスタムテクニクス一社のみとなっている。なお、欧米では空気銃は BB 弾やペレット弾だけではなく、 お葉のついたダーツ弾や銃口に、コルクやゴム栓をつけて発射する用途でも用いられており、日本ではこれらの用途に相当する、射的専用有技銃のメーカーは、2017年、現在もごく少数のみ活動を継続している。一例として、日本のシャープライフルは当初は、自社生産のペレットを推奨弾として供給していたが、2001年の、シャープ千葉への組織再編後は、 ペレットの自制から撤退し、ダイナミット、ノーベル社製の RWS スーパードームが、新たに推奨団として指定された事例がある。ありがとうございます。